ののチャンネル。チェアマン、おはようございます。おはようございます。やってきました沖縄だけだよ、そんなウキウキしてんの俺毎年来てるんだから、毎年もう10年以上続けてきてるよね。今回は、ののチャンネル、はい、沖縄キャンプ視察編ということで沖縄キャンプにやってきました、 J クラブの。そうするとさ、はい、なんかこうこのために来てるみたいな感じじゃん。はい、違うんですか。あなたたち違うから。違いますか。僕は、はい、まあ、キャンプやってる一箇所に行けばこう短期間でいろんなクラブの人にこうご挨拶できるから行くっていうのにただついてきてるだけだからね。そうです、ついてきました。千葉寮って何。千葉寮って何ですかね。あそこに何も知らないこの国頭村って書いて何て読むかも知らなかったでしょ。国東村。怒られるよ本当。勉強して帰ったよ。ということでまず初日の今日は、はい、FC 東京のキャンプ地である国頭村。国頭村、はい、海銀フィールド国頭村にやってきました。はい、はいはい、これから6クラブ回りたいと思うんで、はい、3日間で、はいはい、いやだから俺は挨拶してるから。ちなみに野呂さんの、ね、野呂さんは何しに来たんですか。俺はだからさっきも言ったように、はい、挨拶したり、はいはい、今年もよろしくお願いしますが、こうね、一箇所に行くと短時間で回れるじゃない。だから、はい、いやなんかやれって言われればやりますが、はい、自由に使っていいんですか。いや自由にさせてください。あ、分かりました。そういうことですね、はいはい、いや全然いいよ、使ってくれるのは。野呂さんについていこうと思ってるんで、とりあえず分かりました、はい、行きますよ僕、はい、行きましょう。お願いします。ののチャンネル。おはようございます。お願いします。ちょっと監督のとこ挨拶行ってみよう。おはようございます。よろしくお願いします。今年も、はいはい、ファイン。ファイン。今年もいい1年になるといいですね。Esperemos。Poco a poco y...Queremos un grupo humano muy bonito y queremos hacer un buen fútbol. もう日本もある程度長いし、日本のサッカー、J リーグってどうですか。Necesitamos un día para explicarte. Simplemente es lo mismo que cuando esté en Estados Unidos. Para mejorar es una unión de es una decisión de país. Es montar la decisión de querer cambiar, que es la más importante, de querer mejorar y hacer un. Yo mi consejo es que un día se programara durante tres días una gran reunión de todos los estamentos del fútbol del país con dos preguntas: ¿a dónde queremos ir y qué hacemos todos para conseguir eso? Cuando hagáis eso, Japón empezará a ir para arriba. Jerry, ¿y nunca hay algo para que la Roban Cup? Yo obligaría a mínimo en el equipo titular tiene que haber 5 mínimo sub 23 y sub 20. De eso.3 sub 23, 2 sub 20. それに近い発想で J リーグ来てて、まあ、コロナで少しそのルールが今年はだから1人21歳1人だっけ。Porque si no, yo como entrenador, ¿cuándo hago jugar los jóvenes? Yo soy arriesgado y puedo hacer jugar a Kyrie y si veo otro este año lo haré jugar. Pero el proceso normal no es de gente, necesitan su proceso, entonces necesito que jueguen. La Roman Cup es el momento ideal. 日本人はあんまり使うの上手じゃなかったりしますよね。若い選手はね。Sí, sí, obligar, punto, 5. Y el portero también, 6. そうやって聞くと、よし、じゃあやりますよって言いたくなっちゃうんだけど。まあでもね、考えてることは多分同じかな。若い選手のプレー機会どう作ってあげるかっていうのがね。Y después hay un error en Japón, que el joven, Europa. Europa es muy grande. Ahora, si un jugador...va, ¿no? como fue por ejemplo de Júbilo Inter de Frankfurt, va al equipo B, tal, ahí es una buena carrera. Pero aquí tiene un jugador joven, bien, 23-24, aquí en Japón muy bien, y se va a Europa y durante dos años no juega. Hemos perdido un jugador. Nosotros queremos a jugadores como Yuto, que están 7 años en el Inter jugando. Eso es lo que hay que conseguir. El nivel no mejora. Pero después la organización muy bien. De Jolie. Arigato. Gracias.またいろいろ教えてください。Gracias por la conversación. Espero que nos dé más ideas.
Seguro, yo cuando quiera, yo hablar no tengo problema. 結果楽しみにしてますんで、まだ。Pero 東京がもう行くか行かないかって J リーグにとっても結構大事です。Ya no jugar más en el Estadio Olímpico, ya no jugar más. あ、もう全然サポートしますよ、それは。ありがとうございました。よろしくお願いします、また。Después chuta, ¿no? Después chuta. ちょうど。Christmas. 順とね。もっと5年前とか6年前とか札幌でもうあれだった取れっつってんのに。本当ですか？本当本当本当。今もう何歳なの？もう30、今年31になります。そんなに早いな。早かったです。いいじゃん、ここでバリバリ頑張ってくださいよ。東京なんだから。東京なんだ。ちょっとスターになってよ。スターに頑張ります。お願いしますよ。あの、ジェリーに文句あるときは何でも言ってください。はい。今あれ、なんかあれば聞くけど。いや、全然ないです。なんか何もないですか？何もないですよ。なんかあれば。ちょっと考えていいですか？いい、考えて。考えて後からいいです。今はちょっと。ないですか？大丈夫です。何でもいいですよ。優勝賞金。でも優勝賞金の取り分は決めるのはクラブだから。ああ。あるでしょ。選手のボーナスでしょ。あ、だからでもそれはパイがやっぱ広がればその分。その分。いや、パイが広がったら広がったでクラブがそれを本当に選手に配分するかどうか分かんない。しますよ、します。一応しますよ。じゃあするよ。その配分が。じゃあだからじゃあその優勝賞金が大きくなるにはやっぱもうちょっとこういろんな人が盛り上げて、うん、興味を持ってくれないといけないんで。それが大事ですよ。お願いしますよ。そのために頑張ります。お願いします。Jリーグ盛り上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってね。頑張ります。ちょっともっとこうメディアに取り上げてもらえないですか。それは僕も日本に帰ってきてあのテレビとかでニュース、うん、出てこないじゃん、まあ、やっぱジェリー出てこないんですよ。結局、まあ、野球だったり他のスポーツだったりっていうところで結構ジェリー出てこないなと、うん、これじゃあ、まあ選手も知られないしそもそもジェリーやってることを一般の人も知られないなと思ってすごい、まあ、危機感というか。もちろんあの協力できるところは僕も協力したいなと思うので、もう J リーグ盛り上がらないと日本サッカーの、まあ、基盤というか、まあ、結局みんな海外に行った選手もここで育ってるし、そうだよね、ここで育っていくからここがレベルの高い、まあ、本当にもっとこう熱い注目される、ね、やっぱりリーグじゃないと。そうだよ、うん、そうなんだよ。やっぱどんどんいい選手出ていかないと思うんですよ。ワールドカップ終わってあれよかったね。もう一回こうやる気になってっていうか。あ、そうですね。もう一回ちょっとやりたいなと。すごい情熱が湧き上がってきたんで。やっぱサッカーは僕大好きなんだなっていうのは。ワールドカップ前はもうこれで終了終わるみたいなことも十分。ああ、そうですね。それぐらいのもう気持ちで先のこと全く考えてなかったんで。そんなのさ、うん、なんか漏れ伝わってくるじゃん。はいはいはい、あいつ本当にワールドカップでやめるらしいぞ。はいはいはい、俺心配してたんだけど。ああ、よかったよ。いやいや本当に、いやチャンスをねもらえてこうやってまた戦えることができて。でまたね自分が育ったチーム でまたこうやって海外出てこういろいろ日本代表もそうだしやることによってまた J リーグをもっともっとこう発展させないと、うん、これからの先のこの日本の代表の、ね、代表もそうだし進化はないかなっていうのを僕自身も感じてるから。だからすぐにもうワールドカップで一番こう注目されてるインタビューでそうやっぱり J リーグのこととかを発信したかったのはそういうことなんですけど。いやもう最高でしたよ。なんか他に文句あったら言ってくれる。文句っていうか言いたい。J リーグもっとこうした方がいいんじゃないかあれば。あ、いやでも一番は露出のところがやっぱり大きいかなと。そこが一番大きなネックの部分だなとは思ってたんで。まあ、ピッチの上はさ、うん、みんな頑張ってるし、徐々に徐々に良くなる。もちろんやってるし、戦術的にもどんどん進化は、まあ、進歩はしてるし。あとは多分なんかこう、スタジアムの
まあ、お客さんの数とか、はいはい、熱量があればあるほど多分選手の伸びるスピード上がっていくじゃない。だからそれはもう J2 も J3 も、うん、お客さんの量もそうだし、このなんかこう熱みたいなものを含めて、そう、もっとこう戦えるっていう、まあ、まあ選手からこの中から出していかなきゃいけないんだけど、でも選手のそれを引き出すのは結構周りの空気、まあ、もちろんもうね、お互いですもん、うん、俺らはだからそれを作ってあげられるように、はいはいはい、強化のためにもそれがあった方がいい、うんうん、やっぱ熱のあるリーディングしたいですね。やっぱり世界基準じゃないですけど、バチバチ戦ってバーッと盛り上がってるような、お願いしますよ、うん、お願いします。ちょっとまた引き続き何かあればまた、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。よっしゃ、ありがとうございました。はい、お疲れです。こんにちは。あ、こんにちは。何歳になった？今年33です。すげえな。いっぱいいます。なんでもう別でやってんの？僕子供が2人目が、わー、おめでとう。出産してちょっとチームに合流、監督、はい、面倒が見てて、いいね、子供かわいいよ。かわいいでしょ。かわいいっす。かっこいいな、ヘルキネシ。みんなやっぱさ、かっこいいよね。かっこいいっすよね。みんな贅肉ないしさ、何なんですかって思うぐらいかっこいいっすよね。あ、俺も結構かっこよかったよやっぱそうですよね。そりゃそうですよ。そうですよね。今はこうだけど、はい、当時はもうすげえイケメンって言われて、すげえ言わしたわけですよね。すごいもん。そうですよねいやいやいや、語るまでもない。もう見て、見ればわかる、見ればわかる。じゃあ今見てもしょうがない。今見てもしょうがない。行きましょう、次の目的地では。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。おい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 。何歳？36、今35歳。全然できるんですよ。いやー、厳しいっすよ。そう？はい、はい、はい。なんかもうやっぱちょっと大変だなって感じがするの？そうですね。夏場とか大変ですね。夏になってくるから。暑いから。すげーよ、でも。必死です。何年目？16年、18年目。そんぐらいですかね。すごい。大分だって最初。はい、可愛かったのに可愛かったっすか？可愛かったし、あの頃いっぱいいて、なんか勝った時っていうか、あれ、あれシャムスカンの頃、そうだよね、いい選手いっぱいいてさ、金崎とか清武とか、清武とかね、いや、待って、頑張ってください。はい、またじゃあ J リーグになんか文句あったらいつでも。いやいや、何もないです。盛り上げていきましょう。お願いします。はい、ありがとうございます。ののチャンネル。こんにちは。お疲れ様です。これ皆さんはメディアとか、はい、もうあれですか、ずっと一緒ですか？そうです、初日から最後まで。何人か遅い。いいですね。スタッフ多いな、どこも。ちょっと行ってきますよ。仕事だから、はい、ついてこないで。え、ないですか？じゃあ、お疲れ様です。元気ですか？元気。あ、元気です、元気です。まあ、どうもこうもないですよね、まだね。まだ今日が3日ね。うんうん、いつから？今日来て、あ、今日でもまあもう3日しかいないんで。うん、で、今回るんですか？まあ、挨拶回りです。よろしくお願いしますっていう挨拶回り。心臓元気やってんじゃないですか？心臓、そう。あのコンディション万全ですよ。うん、やってきてるみたい、かなり、うん、片野坂監督いたら面白いのにな。午前中にいたっていうから、片野坂を探せ。あの人の声、片野坂
いた今さ西野さんに買ったか、もう来てるよ、西野さんが。すげえな、これあれじゃね、 YouTube 撮れたからレッツ来たのに肩さんで、もうそんなレッツのキャンプに肩さんいましたっていう、もうそれでこれはすごい、それでいいじゃん、これはすごい。一応あの土屋さんとか、ラストの1周も俺青マークさせてもらって、このセットで呼ばれてもいない。そうそう、だからそうじゃなきゃ俺ら分かんなかったもん、教えていただいて。ポロッと西野さんがね今言ったから、フードかぶって片野坂いたぞみたいな。運転期間っていうか休んで、あのいろいろ勉強して、えらいっすね、みんなで一緒にこうか、充実感も含めてね。そうそうそう、もうさ、やりたくなるの。やりたくなる。やっぱり見てると、あ、なんか指導したいな、やりたいなっていうのは。監督さんに会って話でも聞いたらいい。ナイスナイス、あと。ナイス。あの、でもあのちょっと邪魔しちゃいけないんで、ちょっとそこ遠慮して、あの選手にも気づかないように。いいよこれ。まあ本当はいろいろあって話してるけど、初めて。でもあれか、もうちょっと実際どんなサッカーかを見てからの方が話は弾むか。じゃあ俺らもさ、監督さんに挨拶して帰ろう。はい、はい、ね、勝さん、じゃあまた。またありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またなんか、はい、俺どっかで、これからどっかに勝さんいねえかいつも探すわ。いや、ここは、ここには絶対。違う違う、なんか他のさ、試合とかキャンプの時とかも行っていそうじゃない。ありがとうございます。失礼します。失礼します。いたね、勝さん。びっくりしました。これ取れたか、OK だな、完璧だな。すごい勉強熱心ですね。すげえよな。すいません、こんにちは。あの、Jリーグのチェーマンの野々村です。よろしくお願いします。まあ、今あの、キャンプで回れるところだけ回って、チームと監督に挨拶回りしてます。レッツはがどんなサッカーするか本当楽しみにしてる人たちもいるし、日本のサッカーのためにすごく大切な役割だと思うので、ぜひ頑張ってください。I know. It's a very demanding role of mine, but...I see that players are really very, very hard, very hard working. We have a lot of very positive energy, so I'm quite optimistic, and I hope that we can create a really, really strong and competitive team. まあ日本であの何かあったら、あのまた何でも言ってください。So、J リーグここ変えた方がいいぞっていうところがあれば、また気づいたところがあれば。okay. Thank you, Mr. President. Thank you very much. Thank you. いや、なんかあるんじゃないの？いや、ないよ。あ、ないの？ないの？全然ないよ。ないですか？じゃあ、これ本当に、なんでか知らないけど、ついてきてる。そうなんです。ついてきてる。だけだから。行きました札幌の。行ってないって。まだ行ってないですか？でも、練習、あれじゃん。休まずやってる。いや、まあ、まだ2日目ですから、とりあえず、離脱はやめようかなと思って。せっかくだから、ちょっとあれで、じゃあ、レッツ、まあ、監督変わって、変わるじゃん、変わる、サッカーも内容も絶対変わるじゃん、まだ 2,3 日だけど、なんか変わりそうだなっていうのはすぐなんとなく分かるでしょ、うん、まあ、どんな感じ？そうだし、いや、僕的には攻撃的な戦術って聞いてたんですけど、意外に今守備しかやってないんでちょっと どうかは分かんないですけど、まあ、これから多分、まあ、いい守備していい攻撃ができるっていうか、あの人なんで、考える人なんで、だから今ちょっと守備にフォーカス置いてやってますけど、札幌行った時みんなによろしく言ってください。いやいや、明日行くから言っとく。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。神戸は2回目、長崎1回目、キャンプやる。